せんちゃんの誕生日パーティーやってみたいと思います。こっちがいい？じゃあこっちにする？ともさん買おうとしてたんでしょ？せんちゃんの。してましたしてました。これめちゃくちゃいいじゃないですか。完成しました。今から料理作っていきたいと思います。作っていきます。はい、お願いします。はい、何個かありましたよね。もう一度おさらいしてもいいですか。唐揚げと、はい、手羽先の塩焼きと、はい、生ハムサラダと、はい、グラタンです。なるほど、はい、これ何からまず作ってくるんですか。生ハムサラダのドレッシングにします。じゃあドレッシングをご自身で作られるんですか。母がいつもやってた。あ、そうなんですね。まず、辛くないように、はい、玉ねぎを水にさらします。なるほど。すれなくなったやつをグラタン用に。ああ、なるほど。いつもはあれですね、はい、お味噌汁に入れちゃったりもします。今から唐揚げつけていきたいと思います。はい。唐揚げよく作られるんですか。唐揚げはめちゃめちゃ作れますね。みんなお好きなんですか。みんなやっぱり好きですよね、子供は。はい。これは何か。あ、当時お腹空いてきちゃった。ほんとめっちゃ食べるんですよね、当時。そうそう、ね、今唐揚げ作ってるから絶対美味しいじゃん。せんちゃんも絶対喜びそう。あ、そう。あのね、家族全員が愛するからね、ママの唐揚げ。あ、そうなんだ。当時はさ、ママの料理の中で何が一番好き。全部好きなんだけど、一番好きなのは、ママのおにぎり。あ、愛情のこもったおにぎりが大好きです。優しい。当時くんっぽいっすね。なんかぽいですね。おにぎりがやっぱり愛情を感じるんでしょうね。岡山の醤油なんです。岩崎君、あんなハッカーだないですか。ハッカーったことはない。基本目分量で。そうですね、ドボドボドボみたいな。なかなか今豪快に入れてらっしゃったので。でもそれで、ね、美味しく作れると本当すごいですよね。ちょっと漬け込んだ分なじませていきます。はい、まだ、あ、ママポジサック、ちょっと聞きたいんだけど、ママの料理の中で何が一番好き。ね、マヨネーズをかけて、そして焼く、やつなんだろう。ブロッコリー。あー、お弁当のおかずね。それが一番美味しかった。どうしよう、ブロッコリーにマヨネーズ乗せてトースターでチンしただけなんだけど。だけどあれ美味しかったもん。あ、そう、それでブロッコリー克服できたんだよね、初めて。美味しかった。美味しかった。やった。美味しかった。うん。じゃあねー。じゃあねー。だいたい下ごしらえ的なことできたんでしょうか。そうですね、はい、今からホワイトソースを作っていきます。はい、ホワイトソースとかもちゃんと作られるんですね。あ、でも私もともと本当に全然作らなくて、はい、結構あの主人が、ドリアを作ってくれたんですよ。はい、でその時にホワイトソースから作ってくれて。え、カジサックがホワイトソースから。そうなんです。でそれ見て、あ、作れるんだホワイトソースって。で、何の時だったんですか。確か、私が本当体調崩した時だったと思います。え、こう体調悪いから何か作ってあげようって言ってくれて、で、あんまり料理普段しなかったんで、で、なんか一生懸命すごい時間かけて作ってくれたんですよ。もう必死にこうやって伸ばして、で、その時本当に私おいしいおいしいって言って食べたんですけど、体調悪い時って、ドリア重くないですか。おかえり、かんちゃん。あ、かんちゃん、おかえり。雨がすごかったね。ちょっとかんちゃんに聞きたいことがあるんだけど、ママの作る料理の中で一番好きなの何。サラダ。あと、唐揚げ。あー、唐揚げ。今日唐揚げだよ。パリパリして味もしっかりしてて美味しい。あ、そうなんだ。あとママのあれがすっごい好きなんです。いっぱい出てくるね。なんだっけ、中にジャガイモとアサリみたいな、なんだっけあれ。あれ、かっちゃん、くらぐちゃうなわ。カンカンのやつ。色が
ちょっと。うわ、本当だ。全然違う。すいません、うちちょっと濃いめなんですけど。はい。いいですよね。もうなんか食欲そそります。うん、音がいいな。私のすごい好きな料理家の人が唐揚げを、はい、テレビでやってた時に、はい、こうやってちょっと揚げるんですよ。はい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 、そうすると空気に触れてカリッてなるんです。はいはい、それを繰り返すとすごいカリカリに揚がるって言ってて。あ、そうなんですね。すいません。だいぶ年季入ってる蓋で。うわぁ、もう美味しそう。綺麗な焼き目つきましたね。はい、できました。完成です。いきます。はい、うわぁ美味しそう。できましたね。前の時はあのカチカチの。今日は大丈夫だと思う。カジサックが。はい、完成しました。久しぶりの登場。すっごい綺麗と思って、かんちゃんの時が止まったようにこうやってなった、ね、そっか、かんちゃん言って習い事言ってたからね。パパに電話しましょうか。はい、どうも。これびっくりするかな、パパ。はい、もしもし、どんな感じ。あ、今ずっと車で待ってる。ごめんね。もう完成しました。オッケー。せんちゃん大丈夫？せんちゃんね、うん、ずーっと YouTube 見てる。大丈夫かなそれ。ずーっとパパコ見てる。プリンセスキスイート TV チャンネル、本当にありがとうございます。じゃあさ、ちょっともう今からすぐ帰るよ。いける？もう。うん、大丈夫。オッケー、じゃあ待っといて。はいはーい。もうすぐ来るって、せんちゃん。びっくりするかな、ね、びっくりするかね。もうすぐ来ますよ。楽しみだね。やったーとかはーとか言うかな。ドキだ。あ、来た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 。センちゃん、センちゃんどうしたの？どうした？泣いてんの？どうした？センちゃん嬉しいの？嬉しい？嬉しい。え？嬉しかった。嬉しくて泣いてんの？え、ごめん、全然思ってたリアクションと違うんだけど。センちゃん見て見て見て、センちゃん見て。センちゃん見て、綺麗。センちゃんの誕生日。センちゃんおめでとうって書いてあるの。せんちゃん、料理見て、料理どう？すごくない？おいしそう？おいしそう？食べたい？早く。じゃあ、ちょっとせっかくだからケーキハッピーバースデーやろうよ。いいですね。せんちゃん、ハッピーバースデーやろっか。せんちゃんのきれいきれい。せんちゃん、さっきびっくりしちゃったから。せんちゃん、うれしかった。せんちゃん、これなかった。ちょっと、これ消すよ。せーの、せんちゃん、何歳になりましたか？2歳。違う。違う。3歳。3歳。うん、そう、惜しい惜しい。そう、もう一個、もう一個。そうそうそう。3歳になった。おめでとう。これサラダと手羽先、グラタン、唐揚げ、全部ママが作ってくれたんだよ。ありがとう。じゃあせんちゃん、どれから食べたい？これ嘘でしょ。ケーキから食べる。せんちゃん、ケーキは最後にしようよ。美味しそうで迷っちゃう。うん、お肉。よっしゃ、じゃあ唐揚げから食べよう。ママサックが
ママさん最初に食べたからせんちゃんだね。次メンいただきました、3歳になって初めてのうまいねいただきました。3歳なんないよ。3歳だよ。じゃあ何歳？3歳でしょ。3歳なんだよ。グラタンの方がいいんだね。どうかな、どうかな、今日は柔らかい。はい、どう？ペンゲン。はい、おいしい。あー、よかった、よかった、よかった。さあ、そしてここでもうね、せんちゃんは知ってるんだけど改めて渡したいなと思います。あ、なに、せんちゃん、はい、お誕生日プレゼントでーす。おめでとう。よかったね。すごいね。一緒にやりたいな、うん、ちょっとやすさき知らんと思うけど、はい、ファントミラージュってあるんですけど、はい、これ変身するやつなんやけど、はい、もう一個変身した後に着替えるなんか服ね、服、はい、それとこれ迷ってたの、せんちゃん。悩んだ結果これになった。あ、うん、でもコスチュームも可愛かったんだけど、服も、でもそれはちょっと諦めたんだよね。我慢した人、はい、はい、えらいね。これじゃあ後で遊ぼうね。じゃあせっかくだからみんなで食べようか。うん、ね、よし、じゃあ持ってくるね、いろいろ。お腹ペコペコで倒れそう。おいしそう。ハッピーバースデー、ケンジー。コジ。発音が。もうお前 R1 出ろ。ハッピーバースデー、ケンジー。ハッピーバースデー、ケンジナームじゃねえよ。やっぱりさ、多分最初ちょっと俺感動してんけど、はい、せんちゃんちょっと泣いてたんよ、うん、嬉しかったのって聞いた時に、うんって言った時ちょっとほんまやばかったな、はい、3歳だからなんていうの、嘘なんかつけないのよ、はいはい、そのまま感情のまま言うから、うん、本当に嬉しかったんやと思う。わ、それが分かったからちょっと感動なあ、嫁さくマジで感動したわ。うるしちゃった私。もう嫁さく最近もう涙腺ゆるゆる。本当にいただきます。うん、それ足の方で。うまい。うまい。みんな手羽先好きだもんね、うちの家族。かんちゃん生ハムサラダ大好きなんだよね。大好き。いつも作ってもらって。うまそう。いただきます。はい。うー。うん。おいしい。すごいおいしい。どれを選ぶ？オッケー。見つけた。よっしゃ。じゃあ、これが美味しそう。どうしてそれを選んだの？油がいっぱい入ってる方が美味しいから。これが判明したから。判明したから。探してたのか。油のとこ食べへんのかよ。どう？あれ？うまい。うまい。よかったよ。最初から美味しい。いただきます。いただきますね、うん、うまいわ。やっぱり違う、全然違う、滑らかやわ。大丈夫。何がパパが作ったグラタンも大丈夫だった？ありがとうね、優しい。でも 5倍うまい。俺が作ったグラタンの5倍うまいわ。ほんと？全然美味しい。おー、よかったー。よかった、よかった。美味しいの。だけど、パパとママ、どっちも比べたら、うん、どっちも美味しい。泣いてやろうか。まだ食べてないじゃん。なんか久しぶりに言ったわ。ほんとだね。ほんとに久しぶりに言ったわ。パパ大好き。ありがとう、嬉しい。大大大大大大好き。ありがとう。唐揚げ食べようかな。唐揚げね、うん、大好きだから私。そうなのよね、やっぱり嫁サックと僕が好きなもの子供たちが好きになるよね。うん、うん、今自分の好みを。すっごいサクサクしてる。うんうん、上出来、上出来、よかった、美味しい。どうなの、うん、どうなの、たっかりねえ。ねえ、次はこっちいいんだよ。
ねえってやめてって言われた。こうなのっていうのは多分唐揚げの形のことだな。硬いところがこんぐらいの形だったよって言ってるの。そうなの、ここ、うん、そういうこと。せんちゃん、すごっ、うん、やっぱ嫁さくわかんねや。すげえ、ここいっぱい硬いところがあるってこと。お、なんだそれ、それ何。わーなんかまあ新しいギャグができましたちょっといい、はい、今 LINE 入ってきて、はい、トンボさんがもうすぐ着きますせんちゃん大好き、トンボさん、せんちゃん、トンボさん来るって。嬉しい、うん、嬉しい。そう、トンボさん、せんちゃん最近トンボさんのこと大好きなって。へぇ、せやね、うん、トンボさんに会いたい。会いたい。おーっしゃー。あ、なあ、いや、せんちゃん、トンボさん来たよ。上がっていいよ。どうぞどうぞ。せんちゃんお誕生日おめでとう。あれ、え、何、せんちゃんいいでしょうか。何それ、トンボさん。これはおファントミファンファン、これはおファントミコスチュームせんちゃん、あれ、せんちゃんこれ欲しかったんじゃない。せんちゃんお誕生日おめでとう。わすげえ、さっき言ってた迷ってたやつですか、それ。そう、えぇ、ー、すごい。じゃあ、トンボさんお疲れ様でしたって。いや、待って帰らない、帰らない。いやありがとう、トンボ。いや、とんでもないです、間に合ってよかったです。いやよかった、ちょっと遅くなってすいません。トンボさん、一緒に食べよう。あ、本当、ありがとう。めっちゃ美味しいよ。美味しいの。せんちゃんが着てるところ見てみたい。そうだね、絶対可愛いじゃん。絶対可愛いよね。絶対可愛いよね、うん、かんちゃん、うん、それはおまけのお楽しみだ。うん、なんだそれ。喜びの舞？何これ。急に何？五木さんみたいになっちゃった。五木ひろしさん。食べる食べるトンボ。あ、ありがとうございます。じゃあ唐揚げいただきます。はい、うちの嫁さくが作ったやつや。ありがとうございます。はい、よかった。うまーい。超美味しい。よかったー。うん、本当美味しいでしょ。本当。これ。よかったね、せんちゃんもともさん来てくれてね。よかったね。うん、一回、一回ちょっと、うん、ちょっといいですか。なになになに、あの、後ろ。え、後ろ、はい。これ多分、はい、一日中おったと思う。なんでだよ、ずっとおった。あれ、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 あれ兄弟ができた。マッシュ兄弟だ。兄弟誕生した。ちょっと歌ってみようか。はい、償う心今日も痛みをだ。さあ、というわけで、せんちゃんの着替え、やっぱり視聴者さんも見たいと思うんで、はい、あの、大負けということで、はい、着替えてもらいました。楽しみ。すごい楽しみ。その前に呼ぼうか。あ、ここの前に来てくれました。ここの前にね。あー、素晴らしい。せんちゃん、おいでー。あはははは、せんちゃん。かわいい。あっち見て、あっち見て。せんちゃん、かわいい。めちゃめちゃかわいい。すごいかわいい、せんちゃん。気をつけ。気をつけ。ピッ、おぉせんちゃん、じゃあ一言もらっていいですか。ファイヤー。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。